ゆうすけの皆さん、おはようございます。のちゃんでございます。今外で動画を撮っております。汗だくでございます。この汗はね、ジムに行って今帰ってきたところ。いや、今夕方に撮ってるんだけどね、まだ気温がね、多分34度ぐらいあるんじゃないかな。日中はね、ほんと地獄の暑さの久留米で、過ごしております。皆さんね、連日暑い中園芸作業お疲れ様でございます。熱中症になってない？みんな。ね、心配だよ、僕、看護師だから。みんなが熱中症になってね、具合悪くなってないかをね、毎日心配しております。ね、僕はね、今筋トレしてるから、元気満々でやらせていただいておりますよ。はい、というところでね、今日はね、夏の園芸、こうしていった方がいいんじゃないかというところで、動画を撮っていきたいと思います。はい、というところでね、夏の園芸、何がね問題か、皆さん分かるよね。それは水切れね。はい、ちょっとね、一例紹介しようか。うちの子のね、まずこちら、じゃーん。こういうの出す YouTuber いる？サフィニアート、コウメちゃん。はい、こちらです。コウメちゃんが星梅になってるよね。星梅ちゃんになりましたね。死んではないけど、朝水やって夕方これです。どうしたらいいとよ、これ。笑いが出るよね。もうね、今年の夏もね、暑すぎてから植物の水やりが間に合わんたいね。だけど思ったっちゃん、もうね、なんかね、このまんま無理やり園芸してもね、しんどい。ほんとしんどくない？なんか枯れそうなね、植物たちをね、守ってあげる。これね、熱風なんよね。夏の猛暑じゃなくても熱風なんよ。で、農作物被害ぐらいあるよね。で、こちらね、見てよこれ。ああ、エンジェルウィングス。焦げになっちゃうのよ。もうこれダメじゃね。夏の蒸れと暑さ耐えれんやったの、これね。ギリまだ水やったら復活するかなレベル。ちらほらね、サフィニア類とかがね、間に合わんね、水が。もうちょっとね、焦げになるったい。で、PW9 さんたちもね、もうちょっと瀕死。僕も瀕死。園芸熱がね、かなり落ちてくる。そういう中ね、しょうがないよね。あのね、ガザニアとかもね、もうね、カラカラでね、もうダメやね。朝顔ちゃんはね、まだいいけど、アジサイはね、比較的まだ元気かなっていう感じやね。いやー、ほんと。でね、思ったんよ。こうやってね、サフィニアとかも、ほら、ちょっと前がね、全盛期じゃない。で、切り戻して、まあ、こんな感じになったけど、まあ、秋になったらね、少し、まあ、復活してくると思うけど、なんかほら、こういう植物がさ、ずらーって並んどったらね、元気出らんや。園芸家としても。だけどもうね、ほんと枯れてしまう植物はね、潔く、ありがとうね、つってね、また買う。春秋になったらね、秋になったらまだいろんな植物が出てくるから、そうしていかんとね、こっちとしてもね、モチベーションが持ちませんわ。水やりもね、大変だしね。だからなんか水切れでね、わあ枯らしちゃったなと思う人もおるかもしれんけど、もうこれはね、地球のせいというかね、人間のせいというか分からんけど、気候の問題やもんね。だけもうしょうがないよね。うまい下手いのレベルじゃないもんね。ほんと。ただね、アガベとか、そういうのはね、元気なのよ。でね、いいことがあってさ、いいことが。例えばね、アガベちゃん。ね、ここにおるんやけど、ほら、見てよ、と。アガベってね、水切れに強いから、こうやって草が生えてもね、草が先に枯れちゃうね。だけ自然とね、
なんかこう草抜き、草を枯らして育てれるっていうのはある。びっしり草生えてたのよね、うん、それでもね自然とね草から枯れていく。もう水にほら耐えれんから草もね。雑草は強し言えど鉢植えのねやっぱ土の乾きには勝てんね。自然とこう草取りができるっていうメリットはある。ただね雨が降ったらバーって一気にね草の勢力が盛り上がってくるけんね、それはすごいなと思ってからね。皆さんのお家の植物たちもね水切れ大変ってみんな言ってるね、うん、同じよみんな。もう生きてるだけで精一杯でも人間がね。そうでサフィニアとかね、でもね思ったっちゃん、インスタでさ元気な人は元気ない。もうめちゃくちゃモリモリでね今も。やっぱ夏のね花だから。そうだけまあねうまい下手うまいんやろうね。とかまあその管理の場所とか水やり頻度とか、やっぱうまい人うまいっちゅうかやっぱこうコツ掴んでる人はすごいよね。もううちはね駐車場でやってるけん東側にねこれここがあるのよ。で朝からずっとこうで日が当たって西日になるぐらいまでずっと日が直射で当たってて下コンクリートでね、あの直で地面には置いてないんだけどね、もう間に合いません間に合わんのよね。だけどまあしょうがないよ、こればっかりはね。と今ベランダとか、まあ、そういうところで育ててる人の方がねうまく育ってるんじゃないかな。遮光ネットもしてるんだけどね。まあでもね本当ねアガベとかあの辺は強いよね。なんかねあの改めて思ったね、なんかサボテンとかね、やっぱそうやってこう水を含む植物の強さで、こうユーフォルビアとかさ、ほらこういう茎自体にねやっぱ水分とかを保ってる植物はね強いのよ。直射日光でもやっぱそうやって進化してきたんやろうね。ほんとすごいと思う。これ自分の中に水を溜めて生きる力、感動するよ。やっぱこうやってね辛い環境で、アメリカのカラカラのすごい環境で生きてきた子とか、マダガスカルのね普通い環境で過ごしてきた子とかね、すごいと思うな。で、まあ、植物のね強さとかそういう学べる夏でもあるったい。まあ一例をね挙げるとね、はい、こんなね、これはあのグラキリスって言うんやけど、だいぶカラカラしとんな。この子はここに水が溜まってんのよ、水が。でこの自分の水で生きるっちゃうね、こうやって葉っぱ出して。で冬は休眠してね、だいぶちょっとシュワシュワになってるけど、水やりしたらねパーンってまたここに水溜めて生きるのよ。だけどこの子たちでさえね今水欲しいよってシュワシュワなっとったい、だそれぐらい夏が、ね、暑いってこと、日本の夏が、ね、こうやって進化してきた子たちでさえこうやってシュワシュワになるから、まあ日本の気候もねだいぶ変わってきてから、やっぱこういうなんか水を溜めるとかそういうところに特化した植物じゃないと生き残れない時代が来るかもしれない、まあ、四季があるけんね、夏はねあって寒い冬があるけん、まあ、進化するにはちょっと時間がかかるやろうけど、まあ、後にね多分こういう植物が出てくるんじゃないかな。すごいよね。だけんやっぱねまとめるとさ、もうダメになる植物は潔く諦めようってこと。ちょっとね僕も一回ねあのちょっと涼しい日とかあったら、まあ、あのダメになった植物一回整理してきれいに整えて秋をね迎えたいなと思ってるから、まあねもうちょっと植物さよならするのしね悲しいけどもね、まあ、諦めも肝心という、多分毎年言ってるじゃないかな同じことをね。今年はさらに暑いけんさ、改めて思ったところでございました。はい、というところでね今日はね植物の話題というか、まあ、夏の園芸のモチベーションをねどう保っていくかという動画でございました。ドンチャンネルね他にもたくさん植物の動画上げております。で僕ね看護師してるからいろんな話をしておりますし、メンバーシップ盛り上がっております。
メンバーシップだけの動画も、作ってますので、ぜひメンバーシップ興味がある方は概要欄からチェックよろしくお願いします。それとね、あのどんちゃんシールをお配りしております。和菓子屋のうさぎ屋さん、ヘアデザインそらさん、情報ね下に載せてますので、ぜひチェックよろしくお願いします。というところでね、続きはメンバーシップでお話したいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。